ずつの解き方を覚えるというのではなくて、その運動方程式をどう適用していくかということを考えるということが一番重要だと思いますね。はい、こんにちは。こんにちは。今回は東京大学の物理ですね、最初に総論お話をするということですね。物理を解決するためのたった3つの方法をご紹介いたします。はい、SMK の薄井です。 SMK の中川です。まず東大の物理の特徴をお話しいたします。そしてそれがうまく解けないメカニズムと対策を学習理論の観点からお話しいたします。動画の最後の部分で、ではどうしたらよいのか、すぐに簡単に取り入れられる方法を今日も3つご紹介いたします。で、一番最後に多言無用の最終兵器の方法をご紹介いたします。物理ですね、難しいという印象があります。文系の僕は物理が分かんないので文系に行ったという過去がありますけれども、討論です。今日はね、理科が2科目で150分、だから75分それぞれね、得点配分が理科が2科目で120点、まあおそらく60点60点で、3つの単問の構成は注文に分かれてるんですかね。で、注文がまたいくつかの小問に分かれて、問題の分量は多そうですね。問題と図とページ数合わせても20ページぐらい、例えば物理でもありますから最初の小問なんかはやっぱり解けるのもあるわけですか、基本的なもの。いや、もちろん、はい、うん、そうですね、うん、はい。で、まあいろんな形式があるんですね。記述式があるんですね、小法中記号選択、記号選択もあるんですね。そうですね、とりあえず基本はやっぱり記述式、計算、論述式、その辺でしょうけど、小問の1とか空所補充みたいな形で簡単な式をポンポンと彫り込んだりとかいう、そういう風な結構簡単に取れそうなですね、1個2個そういう風な形で稼げそうなところはありますね。分野的には力学、電磁気学、熱力、電子っていうところですかね。そうですね、ものすごく難解な問題というわけではないと、まあ、感じですかね。基本的な問題ですね。そんな複雑な知識が必要ではないし、素直に解いていけばいけるというふうな印象を受けますね。知識よりも考え方、応用力を大切にすると、はい、ここなんですよね、うん、初見でも慌てないようにしようということですか。そうです。例えば2021年度ですか、光ピンセットみたいな、なんかほぼ最新技術みたいな光で物質を移動させるあるんですけど、それも問題に従ってやっていくと、普通の力学なり工学なりのそういうところの基礎知識があれば解けていくような、うん、まあもちろんそのギョッとするとか、初めて見てなんか慌てるようなそういうことがあれば、そういう知識耳にしたことぐらいあった方が得かもしれないですけど、はいはい、でも考え方までちゃんと問題に沿ってやっていけば書いてますので、慌てないことですね。読解力の方が大切ですかね。やっぱり基本は基礎的なそういう運動方程式であるとか、光にしてみりゃ屈折の法則であるとか、そういう基本が身についていれば、おそらく言われる通りやっていけば解ける問題かなと。ただ問題数が多いので慌てないことっていうのはまず、ね、はい、一番大事かなという。あの数学の時に数の問題を突然にはまりそうなら次の問題でって言いましたけど、物理はどうですか。そういう意味では、例えば電磁気が苦手とか、そういう分野ごとに苦手があれば飛ばしてもいいのかなという気がするんですけど、で、あとはこの2科目で150分、1科目あたり75分ということで、あんまりこれにもこだわらないで、2科目それぞれ大問3つありますから、その全6問の中でどれからやっていくかというふうなイメージで考えた方がいいのかなと、うん、はい、それでは方法3つですね。この問題どう解くのかなとかって思ってしまうんですけども、はい、そうではなくて基本的な考え方を身につけよう。そうですね、解き方っていうと星の数ほど問題というのはありますから、うん、星の数ほど覚えるって話になると、はい、これは無理ですけど、うん、先ほども申しましたように、結構基本に忠実なテーマが何であれ、はい、やっぱり物理もの現象というのは運動方程式、エネルギー保存の法則、そういうことに従って進んでいるんだというふうな話、そういうところとか、光ならそのこういうふうに屈折しますとか、そういうふうな基本的なことを知っておって、その基本事項をどう現象に当てはめて考えていくかということですね。だからこういう現象が起こったというと、それの裏にはどういうふうな方程式があるんだろうという、そういう考え方が一番重要かなということですね。複雑な解き方を覚えるというのではなくて、その運動方程式をどう適用していくかということを考えるということが一番重要だと思いますね。計算力も大事だと
ということですね。問題数、ね、計算量多いですか？やっぱり問題数多いですから、あ、計算は1個ずつ時間かけてやっていると間に合いませんからね、うん、ずっと慌てるとどうしてもくだらないプラスマイナス間違えたりとかいろいろ起こりますので、普段から計算には慣れておくことと、そのプラスマイナスの間違い、それからあとはあれですね、数値計算も結構求められることがありますので、文字を文字だけじゃなくて、うん、扱うだけじゃなくて、ちゃんと計算はやって頭を鳴らしておきましょうということが重要かなということですね。日頃からこう手を動かしておくってことですね。そうですね、はい。それで3番目教えていただいたのが、基本事項を早い段階で終えてしまって全体を俯瞰的に見れるようにしておくということですね。運動方程式や運動量の保存則とかエネルギー保存則を根本を理解しておいて、それがこうどう組み合わさったり、どういうふうにその問題で展開しているのかを見られるようにするということですかね。どうしても教科書とかでは力学から入っていって、電磁気学とか、うん、波動熱力学があって、最後そのもう入試の直前に、はい、原子とかそういうふうな分野が入ってくるというところなんですけど、もう結局電磁気学の問題にしても、特に東大の問題、さっきもありましたように基本を応用していくというふうな、そういうところの考え方重要なので、うん、原子の問題にしたって運動方程式とかと結びついた問題ですね。そういうふうなのが出てきますので、その原子やってる時にもう力学忘れてるじゃ話にならないというか、むしろそれの中にエネルギー保存の法則であったり、運動方程式であったり、運動量の保存、そういうふうなのがちゃんと活かして計算できるようにという、そういうことも求められていますので、そうするとやっぱりそういう複合された問題を解けるようにというためには、早い段階で原子の知識最後まであたり最後まで全部、一応知識としては頭の中にマッピングされた状態 でそれを応用して過去問を、それから半年ぐらい前にはもうそんな完成された状態で、そこからは過去問で複合的な問題をやっていって、電磁気学といっても力学なんだというふうな、そういうふうな感じで解いていってほしいというところだと思います。まず知識を全部武器を持った上 で過去問を当たっていきましょうという気がします。はい、それでは多言語の最終兵器いきます。では多言無用の最初です。ディメンジョンに注意。D です。要するに2D とか 3D とかいう次元。そうですね。そうですね。次元ですね。ね、今はブランコですかこれ。そうですね。これ2021年の1ですけど、こういう状態でブランコがあって、今シータゼロから運動を開始します。ここ。O が位置エネルギーゼロの地点、今開始したとすると、その時の質点 P の力学的エネルギーを求めると。 P、 これが質量 M ですね。 M ですので、とここが基準点になりますので、ここから この距離がコサイン L コサインシータゼロというふうになりますね。距離が出ました。でその時に間違えないようにするのは、基準点がゼロということは下に行くとマイナスがつきますね、と。そうですね。 mg の l コサインシータとゼロと、これが位置エネルギーになりますね。その次に聞かれているのが、角度シータにおける力学的エネルギーは視点の速さを u としてということで、どういうふうにかけるかということですね、うん、さっきの状態からブラーンとして動き出している、でスピードが今 u ということなので、力学力学的エネルギーは当然ながら速度を u とすると、2分の1 mu2 乗、これから位置エネルギーがマイナスなのに注意してください。でこれでコサインのシータというふうに、こういうふうに書けますね。まあ、ディートでも書きましょうか。これがアですね。でこっち側がイですね、ということになるんですが、これを例えば計算していきましょうということで、腕はこの U を求めましょうということになりますので、で U はどういうふうに出せるかというと、当然ながらこれここで2分の1 MU の2乗というのはイコール、これ最初の mg それから l でコサイン
ヒーターから、まあ、どっちからどっちか引くというのはプラスになるかマイナスになるかで判断してもらえばいいと思うんですけど、最初の状態からこれだけ位置エネルギーがまあ減ったと、その分が運動エネルギーになるというふうに考えて、ここを引き算してコサインのシータからコサインシータ0を引くと、でこれを計算していくということで、 U は例えばですね、こうやってこういうふうな答えはもう非常に単純に、これがコサインシータ0と、こういうふうな形で答えが出てまいります。ところがですね、慌てていると、例えばこういうところでもなぜか慌てているとこういうのが残っちゃうことがあったりするんですね、うっかりと。こういう時でもよく考えていただければ、速度というのはディメンジョンでいうとメートル、うん、パーセック、うん、ですね。こちらの方 G というのはメートルパーセックの2乗というふうなディメンジョン、うん、こちら L というのはメートルですから、はいはいはい、そうするとルートの中、あ、コサインとかにはディメンジョンありませんので、はい、ここに変なキログラムというのが入ってしまっているということですね。これだけであれば メートルパーセックになるのに、うん、ここに変なK の2分の1乗みたいなものがくっついてるというわけでわからない式になっていることに気づくと、だから非常に単純な式でこの間違いする人はあまりいないとは思うんですけど、もう少し長い式になってくるとどこかでパッとあの消し忘れて残ったりするんですけど、で最後にこの後に数値を入れて計算しろとか言われると、あ、もう全部つって終わっちゃいますね。ですのである段階でやっぱりディメンジョン合ってるかなということを注意してほしいということで、これがなんかおかしいなと思ったら、あ、余計なものを消し忘れていたなと、そういうことに気づくという意味でディメンジョンは非常に気をつけてやりましょうということですね。ここに 2,3 行ずっとあるとこういうことがつい起こっちゃうんですね。十分注意しましょう、せっかく取れるもんで。非常にこの問題とか基本的な点稼げるもん、ところだと思います、ね。まあ、ポイントになるのが運動量エネルギー保存の法則と運動量保存の法則とは、あの途中途中でディメンジョンについて確認しておくと、はい、わからないことや気になることがあればコメント欄にてご質問ください。一つずつ回答させていただきます。今後もこのような動画を公開していきますので、高評価やチャンネル登録をお願いいたします。はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。当会から予備校や塾での授業や参考書での自学でうまくいかない方のために勉強方法を工夫してみようという内容の書籍が刊行されました。先着10名様に差し上げます。詳細欄にありますホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。当会では予備校や参考書で伸びない方のために勉強方法を工夫して指導しております。お困りの方は概要欄のホームページからご相談ください。